ょっと巻く、巻くの。いや綺麗だったよ。すごかったよ。朝の綺麗じゃなかったんだから。行くよ。フランス朝飯行こう。あ、いいっすね。朝飯っていいっすね。朝飯シリーズ。朝飯は今日3人っすか。今日3人。一人名古屋行ってるから。あ、そっか。今日名古屋で来た。そうっすか。すげえ。うわ、もう選び放題じゃない。うわー、すげー選び放題じゃない。こんなの緑だ。今の選び放題じゃない。最高じゃない。選ぶ確かに。うわー、何しよう。何でもござれっすよ。これ中華系に注力してる感じしますね。油淋鶏イベントだって。こんなのナポスタね、ナポスタ。あ、これ、まず別で頼むの。これ頼めるんですか。これ頼めるんですか。頼めるんで、やば。炭火焼き鳥弁当ってめっちゃ美味しそう。お腹減ってきた。カツ丼一丁ごろん。うまそう。え、朝は控えめはずか。全然、もう食えれば食うって感じなんですよね、俺。わかります。わかる。朝は絶対食べないとか、絶対食うとか、そういうルールの上で生きてない通過。どうしよう。あ、麻婆豆腐うまそう。いやあ、油淋鶏にしようかな。やっぱりうまそうっすね。うん、ありがとうございます。うわっ、美意識。あ、まだ美意識だな。結構美意識みたいなこと言ってたもんな、取材で。いや、でも俺がついこそ美意識が高まりましたみたいな。それも食べたいな。そんなこと言ってんの。はい、ドラマやってる上で美意識が高まりました。いや、うるさ。ドラマやったら美意識が高くなるんですね。ねえ、やってるじゃん、風磨も。だって待って、焼きそばじゃなくておむそばの方がルータールータ最高っすね。うわルータルータ。え、しかも400円とかでいくよ。安いよね。もっとそうっすけどね。診察に来た人みたいな。診察待ち。待ってんな。番号呼ばれるの。マスクしてる。いや、病院じゃないんで。すごっ。おむそばをチョイスした上で。お。それでまだ行こうとしてんだもんな。絶対足りないんですよ。飽くなき食球。食球って何？食球？何に、こんなやつ。いや、ちょっと迷うな。あと、ここ一生入れる。ね。いい匂いする。いい匂いする。冷凍焼きていい匂いする。さあ、何、30歳いる。うるさ。年齢言うな。だろう。二宮君も決まってんすかね。そんなフリーで動いてるってことは。全然キャドルで90、油淋鶏。ちょっと私決まんないの。ちょっと決まらない。じゃあ最後に決めた人のおごりね。ちょっとやめて。はい、でも俺もとんかつ決まってたから。まあ遅いけどね。ホイコーロー弁当で。ホイコーロー弁当デラックスって何ですか。デラックスどうした。うわ、そっちでしたよ。200円しか違わないよ。 DX で。じゃあお願いします。じゃあ、はい、2800円。3人でこんなに買って1人1000円いかないよ。お釣り大丈夫です。いやもらって。絶対もらってください。それはすいません。あら、いっぱい皆さんいらっしゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。天気よっ。いいね。天気良っすね。天気良。気持ちええ。良。人気良。うわぁ、最高じゃん。
も食ってる。あーでもうまそうだ。うまそうとそばかけに一緒に出ちゃう。うまそうだ。すごい。うぃー、すごい。まだ寝てんなこの人。この辺意外と歩かないから。そうそうそう、車で通るのと歩くのと違いますよね。ちょっと違うね。気持ちいいなぁ。最近俺ハマってる動画があって、うん、夜のなんか渋谷から朝方の新宿まで歩くっていう動画がある。その人はもちろん顔出しもしてないし喋ってもいないんですよ。え、あ、そうなんだ。ただこの主観で夜の渋谷から新宿まで1時間半ぐらいかけてゆっくり歩いてる。疲れてるね。大丈夫か。ゴープロ的なことのカメラで若干だけ視覚目線で歩いてる映像が流れて、それを見ながらちょっと晩酌する。怖いな。お疲れ気味だね。着いたー。よっしゃー、飯いただきます。やったー、お腹が空いたよ。そっか、やめたいのは暑いだよね。どうなってんのね。はい、うめぇ、うめぇ、うん、やべ、ソースで完結しちゃった。ルーターもちょっと垂らしとこうかな。え、お味噌とカツ丼やばいっすよね、うん、この人どうすんの。いやいや、おすすめで来るんですけど、おむそばをひたすらカツ丼あげたくないですけど。すごくない？すごい。中村のお供え物かと思った。素敵に。いっぱい食べるんですよね。いや、いいことだよ。うんうん、すごい。結構歩いてきたのに。ね、うまっ、うまっ、うん、うん、うん、風もないやつ。でもライブ関連が多いですね。あとアルバム出すのとシングルも出すのと結構グループでバタついてる。グループで、はい、やってますね。え、じゃあライブがあるってこと？夏にあります。え、この前やったの？ドームで12月やってて。次やりなで。売れてんの。売れな。いやいやいや、これからです。あとストーンズ見てきましたね。あ、一回ドーム。行きました行きました。どうだった？え、楽しかったですよ。なんかやっぱあの盛り上がる曲が多くて。で、たまたま席が小山くんと大橋と一緒で、で横にスノーマンがいて、三人席一緒だったの。どう？そうっす。誰が一番下に座って？いやいや、集団。三人です。三人スノーマン誰だって？いやいや、積み重なってミスわけじゃないんですよ、三人で。難しい。難しくない全然。あれ小山ツイッター？はい。君写真？あ、はいはい。すごく楽しそうだったね。いや、めちゃくちゃ楽しんでましたね。大盛り上がりでした。ライブの？はい。コーチがなんか車運転するんですよ、毎週。で、それに後ろにストーンズが乗ってて、その時たまたまあのキングヌーの常田さんもゲストで来て、で常田さん乗っけてコーチやるんですけど、なんかこう斜めったりするんですよ、車が。タイヤ乗り上げて、その度に小山君と僕でコーチ安全運転って大きい声で1000円投げかけてましたね。絶対届かない1000円だ。いや、届いてますよ、きっと。ゲストすごかったよね。よかったですね。まあ、今日は黙々な日ですね。ちょっとな、中丸がいないからいつもみたいな元気が出ないな。確かに。
やっぱあそこまでうるさい人がいないと。いや、ちょっとな、はい、やっぱここまで静かになる。うん、寂しいんだろ。寂しいの？確かに寂しいっすね。こんな、こんな元気ないですよ、風磨が。ね、いや、元気ある方でしょ。ないでしょ。全然ないよ、お前。いつもの風磨じゃないって思われてると。それは、なぜか。まあ、僕はアンプがいないからっす。で、やっとお味噌バスか。うん、いける？いや、無理だね。無理なんかい。これ無理だね。いや、でも、いいって。これ食べよう。いいっすよ。え、違う、そっち、うん、あ、こっちじゃなくて、こっちじゃない。そっちもらおうか。え、超美味しそう。すごいわ、そっからおむそばいける。うめえよ。シャルが。いや、食えよじゃないんですよ。うまいのはわかりますけど、うん、食いたいだろうの話しないんですか。焼きそば好きだったじゃん。この前のハラミでめっちゃ食べたじゃん、一緒に。好きなんですけど、うん、食べない一緒に。かわいそう。僕結構自分のことちゃんと分かってるタイプはね。山田君ってあの漫画の方のジャンプの主人公みたいなとこあるじゃないですか。どういうこと？まあ後先帰り見ずバカみたいに突っ走る。黙れ。うん。くっついたよ。くっついたよ。すごい。外国人みたいだね。いや、それはすごいわ。それはすごい。それ食い切っちゃうんだ、すごいって。さすがだね、喋りながらだもん。食えちゃいましたね。じゃあこれに関してめっちゃ美味しいんですけど、量ミスりましたね。まあ食うけどね。これ昼いらないですね。でも減るんだよな、お腹って不思議と。僕だから回転寿司行きたいですよ、本当に。ああ、その話してますよ。そう、ずっとしてるの。何皿食えんだろうと思って。ああ、朝？朝からでいいの？何時もいいっすよ。あ、夜やだな。そうね、それだと夜はやだね。うん、確かに。あ、でも朝か昼だったら全然いける。いけますね。やばかったー。そうなんですよ。めっちゃ美味しい。これで2800円だって。安すぎる。全員の腹がパンパンになったところで2800円。最高でした。久しぶりだよ。え、どれか。あ、勝利も出てんじゃん。そうですよ。敵役。あ、これそうですね。外部の人だ。外部じゃないんですよ。え、こういうの。これ外部の人じゃない。外部の人じゃない。身内っす。こんなに耳の凹凸ないところ。